川島元宏と言います。メガランさんのライブにご一緒させてもらいます。今回マイクロソフトのオーディアという、ゲームの曲を、日本人として参加させてもらいました。画面を見てすぐに、あ、これまあインディーズっぽいなと思ったんですけど、まあその瞬間なんかやっぱりホッとするような、なんかこう昔懐かしい感じもあるし、すごく自由なあの感じを受けましたね、だからなんかこういうところからまた新しい、まあこう なんですかね、サブカルチャーのようなものですかね。僕以外そのみんな国がバラバラ、でこうものを作るっていうのはすごいワクワクしますよね。楽しいです。どんなものになるのか今からすごい楽しみです。でもまあ実はまあちょっとこうナンセンスな音楽をやってくれっていう感じで言われたんですね。でナンセンスっていうのは鹿が道にガーッと溢れてきて、でまあドライブゲームなんですよね。それでダークサイドの方はなんかもう本当にもうベアナックルで殺伐とした、もうなんか殺せみたいなそういう突撃体制に入って殺せっていう言っちゃったような曲を作ってくれと。それで、ライトサイドの方はハッピーになるから、まあでもハッピーすぎずになんかふわふわふわみたいな曲を作ってくれと。まあそれだけって感じですね。それでまあその話だけを頼りに、何曲なの10曲ぐらい作ってます、で FM 音源といえばそのベアナックルの時の音源なんですよね。でその昔懐かしい、レトロサウンド、FM 音源を、使ってやってくれと、まあ結構楽しいんじゃないかと思います。Motohiro Kawashima, Mega Ran, and DJ DN3 live at Sawbaco, Thursday, June 27th, part of the Mega Ran Japan Tour, funded through Kickstarter.